こんにちは。こんにちは。こんにちは。今週のモンストゲストの時間です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は出張放送、はるばるここになぜかここに来て撮っておりますが、この家感モントニュースでございます。行きましょう。おしながきこちら、だーん、1から5までございます、はい、楽しみな項目もありますね。では1からいきましょう、はい、コラボ記念キャンペーンおさらいというわけで今実施しておりますウルトラマンコラボタタタタンというわけで楽しめてる、楽しめてる、楽しめてる、楽しんでますか皆さん。すごい楽しんでる。あ、私もね、ゴムラの曲頑張っておりますが、はい、そんなウルトラマンコラボの記念キャンペーン、うん、今週末もドドドンとやってまいりますので、うん、皆さんお見逃しなく。受信曲3倍助かってますですね。曲3倍など、はいはい、いろいろ来ますのでね、はい、みんなやってください。はい、はい、続いて2、みんなが一番気になってる来た重心カラーのステータス公開、お楽しみ。いやー、楽しみっすなー。トニックまで発表されましたが、はい、まずはこちら、はい、ダン、ということで反射ゲージということだけここで分かりますね、うんうん、ですね。反射ゲージですね。あと見た目がちょっとロリっていうのも分かります。なんか幼くなったとかもね言われております。はい、いきますか。はい、はい、じゃあまずはアビリティから。アビリティから、うん、まずですね、アンチ重力バリア魔王キラー、おう、そしてゲージで水属性キラー。水属性キラー、水属性キラーを持っております。光で逆ですね、前とですね。そうですね、確かに。はい、そして友情コンボなんですけども、超強貫通ホーミング8。いいですね、いいですね、はい。そして副友情には大爆発かな、お、爆発を持ってます。はい、副友情いいですね、いいキャラ、いいキャラ、はいはいはい。でストライクショットがあれですね、変わらずですか。そうですね、前回と同じく聖なる炎を前方の広範囲に放出っていうことで、あのボワーってやつですね。はい、これが12ターンと2段階目は16ターンで打てるようになっております。威力アップ、はい、しております。かなりね、この友情コンボの組み合わせがね、うん、あの茨城のおじちゃんとかとかと一緒なので、うん、大活躍できるんじゃないかなと、うんうんうん、素晴らしい。フォーミング力でね、魔王キラーも乗る、うん、そうです、乗ります。ありがとうございます。はい、水の魔王キラー、そうですね、うん、なんで水の魔王とかだと、オリガーとか、うん、まずですね、だから22回、うん、にも使えたりしますね。バハムートとかもね、そうですね、いけますよね、はい、となっております。はいはい、はい、そういうようなばあちゃん、時期的にはもうすぐすぐなんですか。もう来週、そうです、ね、うん、中には、7月中には来ると思いますので、はい、3、はい、モンストグランプリ関東大会締め切り迫るというわけでね、毎週末やっております、はい、地方大会やりましたが、うん、関東大会のエントリーですかね、うん、が、今日の23時59分までとなっておりますので、皆さんお見逃しなくですよ。はい、ですね、関東大会はですよね、3組ですよね。3組、うん、でございます。熾烈なんでしょうね。いや、もうどんどんレベル上がってる気がします、ね、うん、関西大会パナエちゃん言ってましたけど、前回のやつでは断トツで関東がレベル高かったですよね。そうですね、どんどん最後だったし、でも今回どうなるのかということで、はい、続いていきましょう。4、はい、モンスト物産展東京会場締め切り迫るということで、同じくですね、物産展の方も今日が締め切りになっております、うん、いろんなね、先行販売のグッズとかあるので、ぜひ皆さん来ていただければと思います。毎回すごい人気ですよ。ね、すごいですよ。アーサーのあれもあると思います。剣も、剣も、ナイさんが抜いた、抜いたやつね、はい、あの剣、実物ぜひご覧ください。ですね。ただ周りにあのスタッフの方がいて、抜けはしませんけどね。あ、そうですね、握るところまでかな。抜くとドバッと止められますから。もろいらしいです、あの刺すとこ。あー、わかります、危ない、危ない、危ないらしい。はい、はい、というわけで次いきます、うん、最後5、うん、モンスタースライクレストレーションワークス情報。おー、あ、すごい英語ですけども、はい、表紙かっこいい、こちら、はい、
この間ね、うん、ご紹介したキャラ画集ですね、うんうん、モンスト初のイラスト集発売間近ということで、はい、発売28日来週の木曜日になっているので、うんうん、どしどし予約受付中でございます。キャラ画集は人気なんですよ。いやほんとしかも書き下ろしですからね。早く見たいよ。アップランクストアでも、うんはい、その予約受け付けてるのかな、うん、でツイートしたらすごかったです反響。そうですね、ありがとうございます。すげえ欲しいって声多かったです、うんうんうん、そのユーザーアンケートをもとに人気のキャラが書き下ろされているということで、うん、皆さんが好きなキャラもきっといると思いますが、うんね、今回1枚だけ書き下ろしイラストなんとか頼んで出せることができるということで1枚こちら、うん、書き下ろしってこんなにがっつりも背景からもそうですね、もう世界観までねサタン書いてくれてますね。サタンサタンサタンですね。ヒデこんなんいたっけなと何すサタンか闇っすね。ギターも持ってる、ね、骨のギター、うん、そうなんですね。かっこいい。これはもうサタン描いてるイラストレーターさんが魔王らしく強いサタンっていうのをねモチーフに描いてくれたということでね、はい、これからねまさにライブなのかそれとも戦いに行こうなのかそこら辺は皆様のねご妄想にお任せできればという感じでございますが、めっちゃ細部まで描かれてまさか書き下ろしってこういう方向性だと思ったそうなんですよね、うんうん、結構動画のアンケートでも上位にいた人気キャラサタンでございました、うん、はい、はい、こんなね感じの書き下ろしイラストがたくさん収録されているので、はい、皆さんぜひぜひ予約受付中なので、はい、予約してみてください。ください、はい、以上以上以上モンストニュースでございました。はい、いや今週はラーでございましたね。ラーがね来ますよ。持ってるから楽しみにしてます。そうですね、いや私も楽しみにしてます。私もとりあえずぽいミュー、あの竜をね、うん、集めて、ね、ぽい竜ぽいぽい竜確保しとかないと、はい、ね、確保してもらって、はいはい、ということで、うん、最後はこちらですね、うん、はい、モンスターアニメいよいよカウントダウンが明日で最後になります。予告出てるかな。予告がどこかな、どっかに出ていると思われる、うちかな、ここかな、はい出てると思いますが、うん、カウントダウンが明日で最後になります、うん、アニメを最後にやってるやつね、はい、あと何話、はい、何が起きるんでしょう、何が起こるのかね、アニメはね終わらないと思うんですけど何が終わるって言われてたごめんなさい、終わっちゃうみたいなでも終わりそうもない展開みたいなねということで、はい、予告動画もね見てみてください。はい、はい、以上かな、以上です。はい、最後どうしましょう。来週はいつも通りだっけ。来週多分ここではない、今日がイレギュラー。来週はいつも通りいつも通りでございますね。いつも通り金曜日、はい、村井さんのチャンネルでもうすぐ配信予定です、はいはい、楽しみに、お楽しみに、いやさよなら、バイバイ。